はい。今回は会員制でのメルマガの使い方について見ていきます。まあ、会員に向けてメルマガを送る、メルマガジンを送っていくってことをね、まあ、重要性っていうのはね、分かっているかと思います。まあ、一気に情報を届けられるとか、交流が生まれる、接触が生まれるってことなんですけども、まあ、さて、どんな内容を弱大的に送っていったらいいのかっていうところでつまずいてしまう方が多いですね。 で、ここがつまずいてしまうと、定期的な情報発信とか、まあ意図を持ってね、メールマガジンを送れませんので、それがストップしてしまうということになってしまいます。で、まあどんな内容を送ればいいのかなってことで言うと、5つのテンプレートっていうのがありますので、この5つのテンプレートの中から、ご自身のビジネスのね、会員制ビジネスに合ったものを選んでいってください。で、今回はその中から、5つのテンプレートの中からですね、1番目の情報提供というところについて見ていきます。情報提供というのはね、 こういうことをやりますよと。会員の役に立つコンテンツを送りましょうということです。まあ、当然として、会員制でいるからには、まあ、お役立ち情報とか、なんかいい情報を知れたらいいなっていうね、会員様の思いはあるわけですよね。なので、会員様の役に立つコンテンツを作っていく。それを送っていく。メール、マガジンというね、システムに乗せて送っていきましょうということです。じゃどういったのがね、こう役に立つコンテンツかっていうと、例えば、業界ですよね。のニュース動向ですよね。 例えば、ウェブ業界であれば、ウェブで新しいこういうサービス出ましたよとかね。例えば、ブログのサービスでこういうの出ましたねとか、ニュース動向を伝えていくとかですね。まあ、健康界の、例えば、まあね、健康情報、健康情報を取り扱って会員制なのであれば、健康的なね、こういうサプリメント出ましたねとかね、こういう栄養素出ましたねっていうのは動向ですね。まあ、旬なトピックもそうですよね。まあ、トレンドとかです、ね。今こういうのが流行っていますよということですね。あと、会員の持つ悩みなんですよね。 これは直接会員様からの、まあ、連絡とか、会員さんと話した中で生まれた質問とかでもいいんですけども、会員さんがよくね、悩んでしまうこととか、つまずくポイントなんかを、まあ、コラムのような形にしてメールマガジンで送ってあげるということですね。で、ノウハウです。まあ、これもノウハウというのは、ね、そもそも役に立つという、ね、ことですから、まあ、例えばね、その生態業だったらね、例えば腰のこうマッサージの仕方とかね、そういうのも一つノウハウになりますよね。 なので、ノウハウっていうことで言うとね、まあ、広く捉えるとたくさんあると思いますけども、この4つのポイントをちょっと意識してみて、役に立つお役立ちコンテンツっていうものをメールマガジンというものに載せて、ぜひ届けてみてください。